NGT6DD はドイツの大都市ドレスデンの路面電車であるドレスデン市電で使用されている電車。ドレスデン市電で初となる床下高さが低くバリアフリーに適した超低床電車で1996年4月4日から営業運転を開始した。この項目では両運転台構造の同型車両である NGT6DDZ についても解説する。 NGT6DD は中間に台車がない、フローティング車体を挟んだ5車体連接車で、運転台や乗降扉は片側のみに存在する。車内は動力台車がある前後車体を除いた、全体の70%が床下高さが低い低床構造となっており、乗降扉はフローティング車体に存在する。開発にあたっては、ドイツワゴンバウを中心に、シーメンス。 アドトランツ、デュワグが参加したコンソーシアム、ザクセントラムが設立され、デュワグが、マンハイムや、ルュートビヒスハーフェン向けに製造した 6MGT を、元に設計が行われている。主電動機は、従来の直流電動機から小型化や信頼性の、工場が実現したカ後形参照誘導電動機が、用いられ、制御装置や抵抗器など主要な電気機器は、 屋根上の搭載を前提とした設計となっている。これらの技術進歩も、超低床電車の開発が可能となった大きな要因となっている。台車は前後の動力台車が車軸付きのボギー台車となっている一方、中間の付随台車は車軸を持たない一軸台車となっている。製造は1995年から行われ、1998年までに47両が導入された。 NGT6DDZ 延伸工事や、星工事などで折り返し用のループ線が使用不可能になる場合に備えて開発された5車体連接車。前後車体に運転台に両運転台車用となっているため、線路工事中の路面電車の運休や代行バスの運転の必要がなくなり、工事の工程の簡素化も実現している。乗降扉は、 中間のフローティング車体の両側面に4箇所ずつ設置されているが、これにより座席数は NGT6DD から減少している。1997年から1998年にかけて13両が導入された。ありがとうございます。